日替わりでおよそ20種類のおかずが並びます。こちらの料理すべて手作りということなんです。今日も朝早くから料理を作られています。70代80代が中心となって朝7時から仕込みをしています。このバイキング、なんと時間無制限、地元の食材などを使ったおかずをお腹いっぱい楽しめます。他にも好きな野菜の揚げたて天ぷらも楽しめます。わあ、どれから食べようか迷います。旬の食材を使った天ぷらをパクリ。揚げたてなのでサクサクです。ツバイモが優しいんですよ。素材の甘みが楽しめます。なるべく早く、なるべく美味しく、美味しいものがいっぱいあります。たくさん作って用意してます。来てください。